ゴゴゴゴッドファーザーってのは一体どんなやつなんだろうな。なんかおっさんやったよ、おっさん。はい。お待ちしておりました。お話は社長から伺っております。それではもうしばらくこちらにてお待ちください。あ、中に入れてくれないの。改造ってどれくらいかかるのかな。ロケットエンジンをつけるわけですから、時間がかかりそうですよね。けど、あんまりもたもたしてると、また黒服がやってきそうだよな。ゴゴゴなんとかさんも何をするかわかりませんしね。ゴゴゴゴッドファーザーだに。けど、できることもないし、気長に待つにゃん。なんて気の抜けた声を出すんだ。起きた。みんな、待たせたな。そんなに待ってないよ。え、もう？早すぎるだに。やっぱりスピードは大事だよね。ユーザーを持たせるなんてナンセンスさ。めっちゃ高笑いしよりやん。それで、肝心のワイシャークはどこにゃん？姿が見えないみたいですけど。ああ、もうすぐ来るよ。きっとあれを見ればみんな驚くはずさ。てか、ヒューリー博士は、この妖怪の世界に来ても驚かないのかね。うわ。誰？どや、この新型ボディ。今日からワイはワイシャークエアーや。後ろのロケットエンジンがめっちゃ生きてるやろ。空中に浮いてる。かっこいいだに。動作に問題なさそうだな。我々の技術の粋を集めたんだ。当然の結果だろう。いい仕事ができてよかったよ。今回の共同作業は私にとっても大きな収穫だった。そしてチビの力になれて私はとても満足しているよ。博士、サンキューベリーマッチだに。ほな行きますか。ゴゴゴのいるビルのバリアを壊して中に乗り込むんですね。ワクワクしてくるな。でも本当にドリルでバリアが破れるんですかね。なーに、心配しなさんな。ワイを誰やと思ってるんや。ワイはワイシャークエア。ワイのドリルは天と地とバリアを貫くドリルやで。いいねいいね。よくわかんないけどいいね。準備ができたらワイに言うんやで。すぐ突入してるさかいな。すごくやる気になっている。え、ブリー隊長とかいつの間に。ワイシャークエア、なかなかの男前じゃないか。このまま一気に突入して、あのバリアをビクトリアン。意味がわからない。へぇ、このドリルであのビルのバリアをぶち抜くのね。面白そうじゃない。ほい、それじゃあ。行くよ、エアシャーク。エアシャークじゃない、ワイシャークエアーや。ガハハ、ワイの改造はバッチリや。いつでも行けるで。さあ、あのどでかいビルに突入しようか。うん、突入しちゃって。よっしゃ、いっちょ気合い入れていくでー。どんな感じなんやろ。みんな、ワイのかっこええところしっかり見といてや。地中に潜ってガガガーっと進んで、あのビルにドーンと突っ込むさかい。どうして地中を？普通に地上を進んだ方が早いような。これがワイのスタイル。生き様なんや。おお、なんかわかります。かっこいいです。ほな、行ってくるわ。ジョアー、ジョアーって何？鳴き声。うわ、めっちゃ泣いたけど。めっちゃ泣いたけど。事故やん。うわ、やべえ。めっちゃ亀裂入りよる。何やろ、警察やん。警察じゃないか。バスターズね。なるほど、なるほど。ね、これはさ、めちゃくちゃ道路破壊しよるけど大丈夫な。やっぱり空中行った方が良かったやないん。ええ？あれ？刺さってもうた。ダメやん、破壊できんやん。諦めるな。お？ヒーロー反応。信じるんだ。君なら必ずバリアを突破できる。何これ何これ。めっちゃキラッキラしだしたけど。おお。ここで回転して穴広げる。まあ、一応刺さっとるってことは穴は開いとるってことやもんね。うおー、すげえすげえすげえ。やば、割れるね。あ、なんかあれ、塔の目がおかしくなっとることない？おお、割れた。ほら、目動きよりやん、あれ。
おっしゃ、破壊された。イエーイ、オッケー、やるじゃない、見事でござる。よし、あとはあのビルに突入するだけだぜ。おー、え、ヒーローたちは来ないの？俺様たちもあいつらに続くぞ。あ、来るんやね。ん？ちょっと待って、バスターズハウスから通信が。なになに？緊急事態であります。大変であります。大勢の黒服たちが街中で暴れているであります。え、どうやらまだやるべきことが残っているようですね。ってことはヒーローたちは街の方を守るってことかな。緊急連絡、ニューヨーマシティで戦う全ての妖怪ヒーローたちに次ぐ。ビル内への突入はあの少年たちに任せ、我々は黒服から街を守ることに専念する。このニューヨーマシティは私たちの街だ。絶対に守りきるよ。そしてさっさと片付けて、すぐにあの子たちに追いつくんだ。ああ、その通りだ。必ず勝利をつかんでこい。我々、私たち。おお、かっこいいな。これ一応2つのチームなんやろ。普通に普段から一緒にポーズ取りよるみたいやね。おお、ニョキニョキ生えるビルに、それに突っ込む巨大ザメ、おまけに街中は黒服だらけ。これってどういう状況？周りにうようよおる妖怪たちは見えてないんかな。どうやらこの町に大きな危険が迫っているみたいだね。妖怪とかいうこの町の不思議な住人たちといい、実に興味深い。よし、僕たちもあのビルの中に向かおう。ねえ、周りの住人たちは見えてないってことかな。一体何を言ってるの？マルダ、あなた疲れてるのよ。てかこいつらも黒服やな。ね、僕たちも同じ黒服じゃないか。きっとバラずに潜り込めるはずさ。根拠のないあなたの自信はさておき、どうしてビルに入るわけ？カクリー、僕の見解を聞きたいかい？状況が状況だから一応聞いておくわ。君も覚えているはずだ。このビルの上に飛来したあの物体を。僕の考えが正しければ、我々が追い求めていた Wi-Fi の答えがここにある。ああ、あなたにしては珍しくまともな見解だったわね。行きましょう。確かにあれが絡んでいる以上、操作する必要があるわ。行きましょう。お、珍しく同意。なんか新聞置いてったけど、まああれはバレんようにするためだけのものかな。何、ウィスパー、ビルの内部に突入成功だぜ。なんだかワクワクするところだな。ねえ、ウィスパー死んでるけどどうした？うんうん、まさにラストダンジョン、クライマックスって感じですね。ねえ、誰か触れて。二人とも走るの早すぎ、ついていくのがやっとだったんだけど。お、お前らよく来やがりました。お帰りくださいませ。何こいつ、なんかヨップくんみたいなの来た。うひょ、ここにもご案内ロボットがいるんだ。ヨップくんとはちょっと違うみたいでですね。っていうか今帰れって言われたよね。すごく丁寧にね。ここまで来て帰らないやん。ではご用件を言い上がりくださいませ。ここがゴッドファーザーのところに連れて行ってくれよ。最上階へはご案内できねえです。ご案内ロボットじゃないの？お客様、上を見上がってください。エレベーターの上にルーレットがあるのかわかるかこの野郎。へへ、口悪いって。ルーレット？何に使うだに？あのルーレットを回すことで、どこかのフロアに泊まることができる。何それ？ってことはどこに泊まるかはわからないってことか。そういうことっすね。じゃあどうやって行けばいいだに？うんってこと？ここにはゴゴゴゴッドファーザー様が創造された様々なフロアがある。その中でも特別ドリームのフロアが7つ存在しやがります。それを全てクリアしてきやがったら、最上階の扉が開くでしょうよ。つまり、ゴゴゴゴッドファーザーの待つ最上階に行くためには、エレベーターで特別な7つのフロアを訪れる必要があるということでですね。え、あの数の中で7つのフロアに止めるっていうことはできるの？とりあえず適当になってみようぜ。必ず行けるんかな、それは。ゴゴゴゴッドタワーの最上階を目指せ。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。シャキーン。
7つのドリームフロアを攻略しよう。体力回復して、あ、ここにも運在機おるやん。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。運外機が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。運外機を使ってワープはいいですいいです。なんかすごいワクワクしとる。ケイトさん、最上階目指してガンガン進んでいきましょう。ゴゴゴゴッドファーザーってのは一体どんなやつなんだろうな。なんかおっさんやったよ、おっさん。このゴーゴッドタワーのことならワルゴに任せろ、この野郎。なんかちょっと銀ちゃん的な喋り方やな。お、ルーレットを回す。え、なに、回りよ、ルーレット。あ、これを押せってこと？違うよね。ルーレットを回すんだって。ああ、これでいいんか。さあ、止まれ。いきなりゴゴゴに行くことはないんか。19。ゴゴゴエレベーター。あ、今上がりよるとこ？え、やっぱりすべての階あるんやん。その中で、7つに止まらんといかんねやろ？なんか時間かかりそうやね。ウィッサー！ん？このフロア悪そうな妖怪の気配がビンビンしますよ。ピンポーン。ここはデンジャラスフロア。デンジャラスフロア？ここにいる連中をすべて倒すまでルーレットは使えないからそのつもりで。え、マジか。7つ以外にもそんなのがあるんかい。めんどくせ。すべての敵をやっつけなければいけない。何個かカジノ？さあ、じゃあ順番に全員やっつけていこうじゃないか。んで、あ、ここのフロア2匹だけ？あ、すごい、ビリヤードとかいろいろあるよ。なに、生意気やな、妖怪のくせに。そんな楽しそうな場所にいやがって。ち、このフロアにいる連中は全て倒しちまったようだな。もう何も丁寧さなくなってん。これでまたルーレットが回せるようになったんですよね。ああ、めんどくせえからとっとと回しやがれ、この野郎。ね盛り上がっとる、盛り上がっとる。ほら、バーやん、バー。うわぁ。粉マイキおいし、じゃあ回そう。ルーレットを回す。これ一回行った回にはもう止まらんってことかな。え、止まりそうなことない、これ普通に。さあ来いよ。何、この色の変わっとるとこがいいんかな。あー、やめて、50にしてよ。そういうわけでもないんか。別に普通に順番に色が変わっとったね。じゃあ別にそんな、そこが目的のフロアというわけでもなさげだ。ここは52階デンジャラスフロア。デンジャラスフロア、またえ、一緒じゃん。え、一緒じゃねえか。敵が違うだけ。マジかよ。ゴゴゴファミリーやって、ただの黒服じゃなくなった。なんかただの黒服じゃなくなったよ。んで、必ず2匹なんかな。ってことは、その重要な回以外は全部このパターンってこと？ちょっと。ちょっとちょっと。気がめいってきそうだわ。ね。その辺にキュッピーいないの、キュッピー。ロビーにしかおらんのかな。かもしれないね。それぞれの回に追ってくれたらいいのに。あ、じゃあ。まあ、いっか。ルーレット回そう。もうこれってさ、このすでに出とる回を押したらその回に行けるんかな。51回。ん？ 1 回降りた。速攻で着くね。てか、555って。まあ、そこに55ゴッドファーザーがおるんやろうけど、急激に回数が。ほら、またデンジャラスフロアよ。ん？ここ1匹しかおらん。あ、2匹おったわ。2匹おったわ。さあ、来い。なに、大人かい、カッパー、カッパー。大人かい、かっこいい。さあ、次のフロアへ。1回行った回にはなんかつかないっぽい感じがするけど、そうでもないんかな。
はい、ルーレットを回す。来い。来い、来い、来い、来い。何回がいいんやろ、これ。お、44回。と、もう一回ずつ潰していくしかない感じか。てか、なんでルーレット式のエレベーター？自分たちだって不便やろ、そんなん。ねえ。お、パンパカパーン。やったじゃねえか、この野郎。なぜ顔文字がつくんだ。なんじゃろ？なんじゃろ？ラッキーフロアに到着だ。お宝をがっぽりゲットしてきやがれ。何お宝って。お宝？ラッキーフロア。ラッキーフロアやって、何ラッキーフロアって。あ、宝箱がいっぱい置いとるフロアってこと。あ、敵一人もおらんやん。へぇ、そんなフロアがあるんや。必殺の超秘伝書を手に入れた。あ、じゃあ一応、その正解の回以外にもこういう、まぁ、ちょっと、ラッキーみたいな感じの場所が。ワイニャンパウチスターおめめを手に入れた。スターおめめ。なんだいそれは。んで、超経験値玉を手に入れた。ちょっとマイニャンパーツやってみよっか。はい、マイニャン。ニャンクリエイト、スターおめめ。姿。おめめね。あ、なるほど。なんかちょっとお金お金みたいな感じに見えるね。なるほど、そういう感じらしい。ほい、それじゃあ一応、宝箱は取り終えたから、次の回へ。宝箱があるだけなんやね。はい、ルーレットスタートー。さあ来い。一回止まった回はちょっと止まらんシステムにしてくれんかな。止まりそうで嫌なんよね。お、11回。どうだい11回は。どんどん下がってく下がってく。どうよ。チーン。お、ラッキーフロアやん、また。マジで？イエーイ。一回一回説明はないんやね。え、ラッキーフロア何もないですけど。あ、あった。一個だけ。一個だけ。豪気な腕輪を手に入れた。一個だけかよ。ほい、じゃあルーレットを回す。さあ来い。なんかすべて埋まりそうで怖いな。この時点で555に止まることはないんかな。お、50回。さあ次はどんどん上がってく。50、51、52って結構揃ってきたね。何回が正解とか言ってくれんもんな。土のドリームフロア。なに、え、土の、なんかケッピーおる。え、なんか今までと違う旗のマークとかあるんやけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。